そうですね、結果2対2って引き分けになってしまったんで、勝てる試合だったかもしれないんで、その辺は、少し残念ですね。そうですね、まずは守備からしっかりプレッシャーをかけていくっていうところを意識しながら、あとは自分の特徴である裏への動き出しから、得点に絡むっていうところを意識しながら、やっています。そうですね、前線で、人数少ない中、マズラがすごいキープし頑張ってくれてるんで、そこに早く、いけるポジションを取ったりとか、あとは自分がもっと起点になれるところがたくさんあると思うんで、そこでもっと起点できるような、ポジション取りだったり、キープができたらいいなというふうに思います。そうですね、ここ2戦とも引き分けで終わってるんで、勝ちに持っていけるように、チーム全員となってやっていけたらいいなというふうに思います。これまでなかなか結果が出ずに、苦しい戦いが続いていましたけど、ここ2戦引き分けでは、終わってますけど、勝ちに近づいてきていると思うんで、皆さんの熱い声援があってこそ、こういうゲームができていると思うんで、次は必ず勝てるゲームをするので、これからも応援よろしくお願いします。